近畿大学数学コンテストは近畿大学数学教室が主催する数学コンテスト。1999年に第1回が開催され、現在では11月初めの近畿大学イコま祭りの期間を利用して毎年開催されている。年齢や職業などの参加資格の制限はなく誰でも参加でき、全国から数学好きが集って腕を競う。 制限時間は五時間で、時間内に回答を提出しさえすれば、どんな本を参照しても、どこへ行ってもよく、複数人のチームとして参加することもできる。出題者さえ思いつかなかった、エレガントな回答が、最も賞賛される。当初は、主として、大学内を対象としたコンテストであり、数学の教員などの、プロは参加できないなどの制限があったが、後に、数学セミナーや、 大学への数学などの雑誌掲載を通して規模を拡大し、現在ではプロアマ問わずに誰でも参加できるコンテストになっている。近畿地方近辺にある進む学校の中学、高校からの参加も多く、近年では関東地方など遠方からの参加者もいる。コンテストの問題と回答をまとめた本が21世紀無差別級数学バトル近畿。 大学数学コンテスト問題集として、ピアソンエデュケーションから出版されている。ありがとうございます。